回はじゃあ何にしましょうか。じゃあパパ活議員の続報を見たら。パパ活議員の続報。はい。はい。はい。あ、なんか、はい、この間の吉川議員。この間の吉川議員ですね。はい。はい、なんで辞めないんですか。まあ、そうですね。もうこれにはですね、いろいろ僕も後追い取材をしまして、まあ、3つの理由があるんじゃないかと。辞めない理由。辞めない理由。議員も辞めない3つの理由。はい。はい。で、まあ1つは彼は比例でしか復活してないんで、はい、まあ辞めたらもう二度と議員になれない可能性があったということですね。選挙力が弱い。はい。で、まあ2つ目はもうこれも広く知られてますけど、まあ文通費と、はい、あとボーナスが6月30日290万円近く出ると。いうので、まあ、はい、まあ、辞めたくない理由は多分その二つは間違いなくあるんじゃないですか。6月30日までは粘るぞっていう。まあ、どうなるかわかんないですけどね。まあ、本人は辞めたくないけど多分あとは、もう、押し合いがずっとつくっていう感じですね。で、これを三つ目は僕は独自に調べた情報なんですけど、うん、まあ、吉川さんはやっぱり、その議員という名前を使って女の子をナンパしたり、口説いたりしていた。みたいなんですね。港区で、俺は議員だっていうところで楽しく遊ぶんで、やっぱ静岡田舎なんで面白くないみたいなことを、どうやら同僚議員に言ってたらしいんです。やっぱそれも結構大きいんじゃないかなというような、まあちょっと取材の結果で。もうパワー活ができなくなっちゃうっていう。まあパワー活もそうですし、やっぱ遊ぶのも、やっぱり議員っていうと、一目置かれるっていうのがあるじゃないですか。宮崎健介さんとかもね、はい、愛すべきキャラだって言ってましたけど、結構やっぱ愛すべきキャラみたいな一面があってですね、うん、ある会議でですね、彼が、はい、まあ、ある美人タレントさんをがいるみたいな話だ、そういうの人とやりたい、やりたいって会議中に言い始めて言うことがあったとかですね、まあ、結構そうです。その会議はどういう会議ですか。どういう人が集まるのか、政治家とか、まあ、官僚の方とか、まあ、いろいろ官僚もいて集まる会議だったらしいです、ね、その話はどっから漏れてるんですか。いや、それはもうだからそういうみんながだから、あの人ってああいうキャラなんだなっていうのを認識する。だから、まあ、そんな言ったら絶対あの狭い世界で広がるじゃないですか、永田町って。まあ、やっぱそういうキャラクターで、まあ、ある意味座持ちがいい人でもあるっていう言い方もできますし、ちょっとなんかお調子者すぎちゃうかなっていうところもあるらしくてですね。そんな感じの人なんですね。はいはい、うん。今回なぜこんなにバズったのかっていうのは結構永田町で今語られてるんですよ。はい。実は理由があってですね。で、まあ、吉川さんで有名じゃないんですか、全く。はい。はい、やっぱり反岸田派の自民党の人がバンバンあっちこっちに喋ったんですよね。岸田憎しで。ああ、そうなんですか。うん、で、テレビとかも自民党のとか出てきたらいっぱい匿名出てきちゃうんですか。はい、で、まあ、いわゆる、まあ、安倍さん、安倍派を中心としてって言われてるんですけど、やっぱりそういう、その自民党内の闘争もありつつ、なんかどんどんバズってったっていう話で、完全なレバレッジ効果というか、エビデタルストみたいな感じになりましたね、みたいな感じのことを言ってて、まあでもすごい話題にはなったと。そういうのって、こう、うん、情報が来た時に、そういう側面あるなっていうのは分かるんですか、記者の人。いやー、国会中に記事を出した方がいいなっていうのは多分感覚的に分かると思うんですね。そう。まあ、記者に囲まれるんで。ああ、うん、はいはいはい。じゃないと、どっかへ雲隠れしちゃうんですか、いなくなると。はいはい。あとはね、うん、だそのタイミングはなんかニュースに何をぶつけるかっていうのはぐらいですね。うん、そこから先はちょっと不確定ですよね、要素が。ただ、自民党の反主流派から来てるな、みたいなことを感じます、うん、そのネタが来た時に、うん、そういうのが来た時に。ああ、まあ、だからそんなあんまり感じることないよね。うん。まあ、ネタにもよるかもしれないけど。ただ噂はそうなるんですよ。何回派の今回は陰謀じゃないかとか。出た後に出た後になりますよね。なんか、細野さんがリークしたんじゃないかとか。いろんな説になりますよね。そういう説になる。そんなにね、でも本当は深い事情はないんだよね。ない、ね、ないです。そうです。単純にパワー活動やってた。そう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 。そんな。言うだけでしょ。そんな、そうですね。大体そうですよね。だから政治的な思惑でみんなが解釈をしすぎってことがまあ圧倒的に多いのかなと思いますけどね。うん、じゃあ記者なり編集部としては情報が来たら、はい、まあ別に、まあじゃあ面白いから出そうか。まあそうです、うん、だからあとタイミングですよね、さっき言ったように国会が、はいはい、やってるかとか、そう。中で出せば、その話題になるし、うん、そうですね、注目もされるんで。それが確変起きたみたいな感じですよね、はい。このタイミングでこれ出そうぜっていう判断は、基本は誰がするんですか。まあ最終的には編集長でしょうけど、まあでも僕らも考えるね。ここで当てたら面白いなっていうのはね。うん。うん、この。やっぱ面白いっていうのと売れるっていうのと。まあそうですね。だからまあ。ね、だからまあ、売れるっていうのはむしろ編集長が一番考えたかもしれないけど、うん、
一番まあ盛り上がる、インパクトがある時期っていうのは考えますよね。それはあえて編集長に言わないでまだ持っとくってことなんですか？取材してある程度溜まってる、出せるんだけど、今の時期じゃないなって時に、こんなネタありますって言わないってこともあるんですか？あんまりなくないですね。それは出すは出す。出し直すって言葉ですね。なんかその時はスルーされたけど、今だったらできるとか、うん、そういうのありますよね。だから通るなっていうのはなんとなくね、僕らもキャリアがあると分かるんで、まあ今回もだから、そうですね、参院選があるたら何かやりたいって絶対思うんですよ、はい、記者としては、うん、え、こっから1ヶ月ぐらい参院選までに、はいはいはい、そういう政治系のやつは結構なんかこう出しても当たる可能性が強い、あればそうですね、うん、話題にはなりますよね、うんうん、しかも新聞テレビはあの選挙の不平構成がでかいっておとなしくなるんで余計行きやすい感覚はありますよね、うん、すごく前から聞いたんですけど、あの雑誌で議席予想どんどん出るじゃないですか、はいはい、あれってどうやって出してんですか？あれはどうやって出してんですか？あれは外部のその専門家みたいなのがいて、その人にまあやってもらってるっていうことだと思う。僕もそれやったことないんで分かんないんですけど、まあでも要は組織票の積み上げとか、うん、あとは読みですよね、不動票の読みっていうので概算っていう感じですよね。こっちから面白いなみたいななんてやるみたいなことはあるんですか？ことはあり得るでしょうね、週刊誌ならね。あ、そうですね。選挙期間中のその記者さんのそういう、こう、こういうの言ってみたいな取材ってどういうのがあるんですか？昔は北海道の選挙区担当してくれとか、沖縄行ってくれとか、大阪行ってくれとかって振り分けて、僕なんかも行って、で、街頭演説してるとこを聞いて、ついて回ったりして、あと対抗馬の、陣営に行って話聞いたりとか、週刊誌はあと夜の街で、この政治家がどんな評判なのかっていうのを聞くのは結構ネタになったりするので、夜の街に繰り出して、そうするとあの先生を贔屓してるクラブがあったりとか、そこから実はみたいな話が結構拾えたりするんですよね、うん、そこってでも口固くないんですか？案外ね、口固くないですよ。うん、そうそうそう。地方に行けば行くほど、まあそうですね。固くないですね。やっぱり選挙を語るって、もう、なんか、その地域の楽しみじゃないですか。あの先生、ああ、こうなんて。そう、だから結構ね。先生、どっちかって言ったら喋りたいところはあるんですか？まあ、ただこうやって二人で聞くんですけど、刑事ですかみたいなね、言われたりとかしてね、なんかよくありますけどね。明らかにおかしいみたいな。そういう時に、お二人でガッツポーズして帰る。ね、いいネタ取れたらもちろんね。ありました、うん、過去ね、いや、あったと思いますよ。ただね、すごいでかい話じゃないから多分、記憶にないんですけど、あったと思いますよ。週刊誌がさっきも言ったけど、その、新聞テレビがおとなしくなるんで、はい、選挙前に何か出したらもう最高って感じで、やっぱ、ですね、やりやすいはやりやすい。はい、昔はあの佐藤ゆかりさんっていう代理士が、はいはい、あの、毎日新聞の人と赴任してたってのはもう選挙前にドーンと当ててるんですよね。うん、でやっぱりそういうのやって、まあもちろん、あの、票に左右するっていうのはあるけど、でも事実であれば OK っていうのは一応、うん、認められてるんですよ。うん、嘘はダメと。はい。はい。まあ、ただ、新聞テレビはそこひよっちゃうんで、はい、何も書かないって感じになっちゃうんですよね。はい、ここはね。あれ、公平にしなきゃいけないっていうのは、うん、テレビはまあ放送法ですよね。はいはい。新聞のなんか縛りあるんですか？新聞も気を使ってますよね。公正法的に自主規制ですね。まあ、ちょっと法律があるかも僕は聞いたことないですけど、うん、自主規制ですね。なんかおとなしくなります、途端に。今回、吉川さんの報道見て面白かったのが、はい、まあ、だいたい選挙前って2連ポスターってあるんですね。地元の有名人と、で、今、吉川さんと参議院議員の2連ポスターが貼られまくって、まあ、剥がされてたんですけど、テレビで見ると参院選の候補者だけモザイクかかってるんですよ。二連ポスター、吉川さんつって、こっちが悪いみたいな感じなんかね、言って、犯罪者みたいになってて、地元は大変だと思いますよ、もうポスター全部剥がして。そんなことになってるんですか、はい、影響本当大きくて、今も雲がかり中ですけど。で、一つちょっとですね、問題が報道でもあってですね、吉川さん問題で。で、まあ、昼帯で、っていう番組があるじゃないですか。はい、そこで田崎史郎さんっていう方が、まあ、コメントしたんですね。で、これはポストセブンにも報じられるんですけど、まあ、要は田崎さんがあの女の子が風俗嬢だみたいなことを側聞した話を言い始めたんですよ。確かにこういうスキャンダルの時に女性がハニトラだとか、いろいろってネットでは出るじゃないですか。はい。
でもそれをテレビで言っていいのかっていうすごい問題があって、田崎さんは一応政治家の人ですし、側分した話を言っていいのかっていう結構大問題があってですね。しかも誤報だしね、それね。そうそうそう。ああ、そうなんですね。そう、まあ、吉川さん自身もまあ飲食店で出会ってって認めてるんですね。だからそれを知ってるのか知らないか分かんないですけど、そういう話をしたっていうのは結構問題で、まあ、田崎さんって、まあ、田崎寿司郎さんって言われてるような、まあ、政権にお近いくて一緒にお寿司を食べるということで有名だったんですけど、まあ、だから一説には、まあ、岸田派に宗派を送ってるんじゃないかとも言われられたりとか、擁護の動きをしてるんじゃないかとも言えるわけですよね。まあ、基本は全員がおかしいなってるのに、そういうことを言い始めるというのは、ちょっと政治的とかあるのかな、みたいな話もある。だから永田町の方が闇深いんですよ僕らよね全然思惑があったりとかしてですね